道の駅と波は、富山県都波市、宮沢町にある国道156号の道の駅で、ある、都波チューリップ公園に隣接している、愛称は都波屋の里。1993年、都波チューリップフェアの運営を、都波市から移管された第三セクター、フラワーランドと波が主体となり、物産館を、都波市文化会館西側に整備したのが端緒となっている。 同年8月10日に、道の駅フラワーランドと、波として開業した。2011年4月11日に、と、波屋農業共同組合が運営していた、ガソリンスタンド跡地に、と、波屋の里と、道のレストランと波育ちが開業。現在、JA と波屋と都波市観光協会が、道の駅を共同運営している。なお、前日のフラワーランドと、 波は解散している。特産館、直売所、と、波屋の里、ハット ABCD と波市2004、P533、AB、チューリップの次は、カンナフェスティバル開幕と波、北日本新聞長官、1993年8月11日、22面。昭川の恵みカードに米など農産物を、紹介用水と地改良理連。中日新聞ウェブ。 オリジナルの2021年4月5日、時点におけるアーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 1 0 4 0 5 2 0 0 9 2 9 h t t p s w w w c h u n i c h i c o j p a r t i c l e 2 3 1 2 1 5 2 0 2 1年6月8日閲覧。ab 富山ジャストナウナンバー504から2、都並からと都ちグルメ、大門そうめん道の駅都並と、波屋の里。富山県知事制作局広報課。2021年6月8日閲覧。AB 都並市2004、P289、広報と、波2010年11月号。都並市、P11、2021年6月8日閲覧。広報と、 波2011年5月号。都波市。P13。2021年6月8日閲覧。ABC と波屋の里来客80万人。小江農産物販売が好調、北陸新幹線で行こう、北陸新越観光ナビ。 https://www.hokurikushinkansen-navi.jp/.pc/.news/.article.php i d ース w s 0 0 0 0 9 4 3 7 2 0 2 1年6月8日」閲覧ありがとうございます。